こんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、アンチコメントがまた1000件以上溜まったので反論していきます。いや、こういうテイストで今日撮るわけじゃないんですよ。真面目に怒ってるんですよ。マジで勘弁してくれよ。え？ちょっとこういう系の動画初めて見る方だと分かんないと思うんで、念のため説明させていただく、ください。っていうのも、青木かのんですね、案外こう見えても、アンチコメめちゃめちゃいただくんですよ。で、何件いただくかっていうと、毎月、今までだと、だいたい1500件前後なんです。でもさ、今みんなが見てるコメ欄って、すごい優しいコメントで溢れてると思うんですよ。ただ、その YouTube って、その AI がすごいしっかりしてるから、なんか荒れそうだな、みたいな、まあそういったコメントは、勝手に非表示コメントボックスみたいな感じで、なんか私みたいなその管理者側しか見れないページがあるんですけども、そこにどんどん溜まっていくって感じなんですね。だからいただいたそのアンチコメントっていうのは普段皆さんには見えないっていう感じです。で、基本的にその AI で弾かれやすいワードっていうのがそのオカマとか死ねとかブス消えろぶっ飛ばすぞみたいな、なんかまあそういう系のコメントなんですよ。それに引っかかったコメントの中でもちょっと今回私が反論したい、まあ反論っていうか私の気持ちを話したいなっていうのを何個か選んだので、それを今日はですねピックアップしていきたいと思います。で、意外にもですね、そのアンチコメって言ってもなんか意見とアンチコメントってなんかすごい紙一重じゃないですか。で、全てがその悪い、なんか私を陥れようとするコメントだけではなくて、中にはそのカノンちゃんのこと本当にこう思ってるからこう言ってるんだよみたいな、なんか私にとって逆にそのプラスになるような、まあ勉強させてくれるようなその意見、まあアンチコメ難しいけども、まあ、そういったこともあるから私はたまに見てるんですよ。なんか毎日見たらさ心折れちゃうから、ちょっとたまに見るっていう感じです。なのでそれをたまにを一緒に皆さんと見ていきましょうっていう感じです。では行きましょう。まず1つ目、体重でマウント取っても結局オカマだからねっていうコメントなんですけども、実はですね、この米主の方から1日に 1,2 件ほどコメントいただいてるんですよ。っていうのもこの方からこうアンチコメいただくようになったきっかけっていうのが、私が自粛期間で体重10キロぐらい落ちましたみたいな、そういう動画を出してから、この人からですね、体重がなんちゃらかんちゃらとか体型がとか肩幅がなんちゃらみたいな、でもオカマだよなみたいな、まあそういうのを頻繁にいただいてるんですね。確かにこの方の文面からして、その体重でマウント取ってるみたいな、要は私はこの短期間でこんなに痩せれてすごいでしょみたいな風に多分捉えられてると思うんですけども、別にそういうわけじゃないんですよ。多分この人からしたら急激に青木かのんちゃんなんかいきなり服装とか変えたし調子乗ってるって思われてるかもしれないですけども、実はその私の変化には今までの長い思いがあったんですよ。というのも、まあ、皆さん聞き慣れていると思いますが、私はもともと性別が男だったから、の性別を変えた初期の頃って、もう本当にカツラ被ったような少年だったんですよ。だから街中でこう歩いた時にすれ違い際に他の人から小声で、あの人男じゃねえみたいな。みたいな、まあ、後ろ指刺されることが結構多かったんですね。だから、その私の中で、いくらその化粧したりとか、女の服着ようが、結局、バレてんだな、みたいな。誰かにはバレてんだなっていう、まあ、深層心理があったんですよ。で、また話戻るんですけども、ここ最近ちょっとダイエットいろいろやって、で、ある程度痩せれたんですね。で、そっから、こう、今まで着ないような服、例えばこう、腕を見せるような服とか、髪を結んで、なんか、新しい自分を見せたりみたいな。だからそれが多分調子乗ってんだろうな、みたいな感じで思われちゃうと思うんですけども、やっぱりいつまで経っても、心の根底に、その昔の記憶があるから、なんだろう、今は、マイナスな思考ではなくて、限界まで私ができる、その、女っぽくなる挑戦みたいな。で、それを発信することによって、なんか、いろんな人に、どう思われてんのかなみたいのを自分で確かめたくて、まあ、こういう服着たりとか、まあでも普通に楽しいから着てるってもあるんですけども、どこまで自分は女に見えてるのかなっていうのをなんか確かめたいんですよね。それがここ最近こう髪型変えたりとかメイク変えたりとか服装でちょっと肌を露出するような服着たりとか、まあそういうことです。だから決して私はなんかドヤ顔したいとか、その体重でマウント取って私すごいでしょっていうなんか見せつけではないですよ。では次行きます。本田翼と一緒にすんな勘違いオカマっていうことなんですけども、これはね、私ね、あのさ、ひどいんだよ。私怒ってますからね。
あ、一旦説明しますけども、こういうコメントいただくようになったのも、ちょっと前にですね、本田翼に激似の私が教えるメイク方法みたいな。やばいじゃん。もうタイトル的にやばいんですよ。お前どんだけ自信過剰なんだみたいな。ただそれは違うんですよ。っていうのも、ここ最近ですよ、視聴者さんから、まあお世辞かもしれませんが、青木かのんちゃんってその斜めから見た時とか、ちょっと顔をこうやって下にした時に、たまに本田翼さんに似てますよね、みたいな、なんか、まあそういうお世辞コメントがですね、コメント欄で盛り上がったんですよ。ちょっと私も気分良くなっちゃいまして、まあ視聴者さんにうまく載せられたんです。だから、あの視聴者さんに載せられたら、あんな感じになっちゃったんですよ。で、私別に、本田翼さんに似てるとか別に自分で思ってないですからね。やめて、本当に。被害者ですよ。はい。だってさ、私、自分で本田翼さんとか言わないよ。っていうのも、この前 DM で、あの本田翼さんのファンなんですけど、なんかこれ以上調子乗ってて、お前ぶっ飛ばすぞって私言われたんですよ。弱くない？だって、本田翼さんってもう本当に大女優ですよ、国民的。そんな人を敵に回すわけないじゃないですか。やめね、本当に。では、三つ目。鼻の整形失敗しても、おかまはおかま。っていうことなんですけども、あの、一つ言いたい。青木かのん、鼻整形してません。この、鼻整形疑惑みたいな、あの、コメントがですね、ここ1ヶ月ぐらいからなんですよ。っていうのも、あの、私ですね、メイクの方法変えまして、鼻に、その、ラメって言うんですか？なんか光に、光が当たると反射して、なんか、鼻が高く見えるみたいな。だから立体的に見えるような感じのメイクにしたんですよ。鼻の先っちょにね。だからちょっと鼻の穴が気になるから、鼻の穴がちょっと私、上向き気味なんで、だから、ここにラメを塗ったんです。したら、鼻整形、お前してんじゃねみたいな。ないよ。だって見てよ。ほら。こうやって触っても別にさ、なんもなんないでしょ。ああ。鼻整形した人だったらあれでしょ。だって、ここなんか、棒だっけ、わかんないけど。プロテーゼか。入ってるけど、私、全然。平気ですよ。いや、できるなら私したいし、むしろ私奥舞台なんですよ。今アイプチやってるから二重っぽくなってるけど、だから目もちゃんとこう二重っぽく整形したいし、鼻だって したいですよ。ただ、顔の弱点じゃないですか、目とか鼻って。怖いんですよね。チンコは全然取れたのに。やめてください、本当に。適当なことは言わないで。では次のアンチコメ読みます。女もどきと付き合ってる彼氏はかわいそう。早く解放してあげて。なんですけども、あのこれと似たようなアンチコメめっちゃいただくんですよ。でもこれって親切心なのかな。もうアタル君ってすごい誠実だから、あなたはもっと普通の人生を歩みなさいみたいな感じで多分助言してくれてると思うんですよ。でそもそもさ、私と付き合うのって多分アタル君判断じゃないですか。アタル君が OK だから今一緒にいてくれてるから、別に心配していただくかなくていいんですよ。でも、わかる。私がもし逆の立場だったら、例えばじゃあ、まあ、両親っていう視点で見たら、自分の息子が、まあ、元男と付き合ってるっていうのは、それは私反対しますよ。だって普通の女性と付き合った方が絶対いいもん。ノーリスクだし。あ、わかんないよ。人によっては、例えば、不妊症とか、まあ、いろいろな事情があると思うんですけども、やっぱりさ、後ろ指刺されますよ。私みたいな存在って。今、チャンネル登録してくださってる、その YouTube っていう世界の中では、まあ、登録してくれてるからさ、まあ、味方っちゃ味方じゃないですか。どっちかっていうと、理解あるから。でも、一歩、現実の外に出たら、あれですよ、全然、私に対して理解ある人なんて、むしろ少ないんじゃないですかね。だから、もうそれはもう全然普通だと思います。まあ、それアンチコメっていうか、どうなんですかね。ただ、青木かのんっていうキャラクターを応援してくださってる視聴者さんから見たら、多分気分悪くなるようなコメントなんだろうなって思ったんで、多分 AI が判断して、表示コメント欄に、ビャーンって飛ばしたんかなと思います。ご心配ありがとうございます。で、次が最後になります。ネイルとか前までしなかったんで今調子乗ってるっていうことなんですけども、これもめっちゃ来るんですよ。なんで？だってネイルしてる人めっちゃ多いですよ。もう全世界の女性敵にしますよ。てか、バンドの男性とかもしてるしさ、ガクトさんとかもしてるでしょ？こういう、ここ最近の青木かのん、まあ、痩せてから、なんか、みなりとかいきなり買い始めて調子乗ってんな、みたいな、まあ、そういう類のコメントって、アイコンとか名前見ると、結構昔から応援してくださってる視聴者さんが言っている傾向なんですよね。っていうのも、昔の青木かのんって、どっちかというと本当にもう少年が、化粧して女っぽくしてるっていう感じの、まあ、どっちかというと素朴なキャラクターだったんで、だから今こうなってるのがあんまりまだ馴染めないっていうか、だからそういうびっくりした反動で、彼女急にどうしたのよ、前の方が良かったよ、調子乗ってるねっていう感じだと思うんですよね。で、思うのが一番最初のコメントにも通ずることなんですけども、やっぱ女っぽくなりたいんですよ。で、今までじゃあなんでやらなかったのっていうことだったんですけども、やっぱりどっか根底にそのやっぱり私結局まあ元男だからみたいな感じで諦めてた部分があったんですけども、まあここ最近自粛期間もあって
ってそのダイエットに励む時間が増えたことで自分の納得いく体重までいけたからなんか心境変化が起きたんですよね。もっと自分を出していきたいっていう。だからそれがまあネイルとか、まあ、髪型とかあと服装とかで現れてると思うんですけども、でそこで私が思うのが、ずっと昔から応援してくださってる方中には今の変化も受け入れてくれてる視聴者さんもいると思うんですけども、やっぱりねずっと同じ状態でいるのは私は対価だと思っちゃうんですよね。やっぱ常に人間はこう時代とともに合わせて変化していかなきゃっていうのが、まあ、私はいいのかなと思うんで、まあわがままだと思うんですけども、変化していく青木かのんを楽しんでいってほしいなっていうのが私の本望ですかね。まあ、全ての視聴者さんのその望みに私が合わせてたら本当に自分っていう軸がなくなってブレブレになっちゃうから、まあ、できる限り私が出し尽くせる限界の女の見た目に近づいていく様子を見せたいなと思っております。やっぱり普通じゃないじゃないですか、もう生き方自体が。やっぱり一般社会では、まあ、良しとされてないわけですよ、どっちかというと。だからこそ非現実的なことを追求していきたいなと思っております。それっぽく言ったけどちょっと何言ってるか分かんない。はい、まあ、こんな感じです。ただ、今回そのアンチコメというか、まあ、意見でもあると思うんですけども、それを読んで思ったのが、ちょっと前までは、お前、ブス、消えろ、オガマーとか、なんかもう、どっちかというと、その、生き方そのものを否定されてるっていう感じ。だって、あれですよ、人間の不良品みたいな感じで言われたこともあるし、まあ、いろいろあったんですよ。でも、今回の、まあ、意見、アンチコメ、見る限りだと、どっちかというと、その、私のその見た目の変化に対して、なんだお前、調子乗ってんな、みたいな、なんかそういう系が多かったんですね。なんで、まあ、ある意味、私にとっては、一歩、前に進めたかなと。オカマオカマずっと叩かれてるよ、じゃあなんかもうずっと青木かのんは変わってないっていう証拠じゃないですか。もう今オカマっていうよりもなんかそっちの見た目系のことについて言われるようになってきたから、どんどんですね、もっと皆さんに楽しんでもらえる動画作れるように頑張っていきたいと思います。今回の動画が少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あとインスタグラムと LINE 公式アカウントも画面の下にありますので、そちらもフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。常識派